ピザハットさんのラバーズ4ですね。あら、うまそうですね、これ。4種類入ってます。これ、L サイズですね。イェーイ。美味しそう。いただきます。ジングベジングダンダナハイ、ご当選おめでとうございますみたいな感じ ご当選おめでとうございますみたいな感じになってますけど、まずこちらいただきますね。でででで、はい。ジェンマ・ディ・ルナだそうです。すごいこれパッケージ可愛くないですか、これ。まずこちらからね、いただいていきたいと思います。でん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 で。でん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 、はい、てってて、てってて、てってってって、はい、ということで、じゃあメリー、苦しみますということでね、じゃあ行きますね。じゃあ行きます。はい、メリー、苦しみます。メリー、苦しみますということでね。一人でね、ガンガン盛り上がっていきたいと思いますけど。はいはい、いい感じですね。じゃあ、令和元年のね、令和元年の苦しみますに、乾杯ということで、めでたいですね。乾杯。うまっ。美味しい。これ友達らの、ハピバの、誕生日パーティーの時に飲んだんですけど、俺すごい、飲みやすくてまた買っちゃいましたね、これ。めっちゃ可愛くないですか？ルナってこれな、月のやつですね。ジャケットも可愛いし、飲んだ感じすんごい。美味しいですね、これ。シャンパン苦手だけど、なんかこれ美味しい美味しいって言って、その友達とかもめっちゃ飲んでましたね、これ。美味しい。ジェンマディルナだそうです。これ、スパークリングワイン、イタリアですね。ちょっとまずこれ、ピザハットさんの花酒、はい、パッカーン、はい、ピザをね、もう冷めないうちに。あら、これ L サイズちょっとでっかいね、これ。おいしょー。よっこいしょいうちに、これいい感じですね、これ。いただいていきたいと思います。すげえな、これ。まずは何からいただくかな、これ。ちょっと手前のからいただきますね。これなんかちょっとデザートっぽいから、このエビの方を攻めますね。エビマヨベーコンですね、これ。なんか細切りっつうか、細く切らさってあるね。L サイズ。ちょっとエビが飛び出ちゃったけど。いただきます。美味しい。エビにベーコン、ちょっと贅沢ですね、これ。厚みもあっていい感じ、これ。ポテサラみたいなのも入ってますね。美味しい。L だからすごい。私いつも M サイズしかも食べた時ないですけど、L でもなんかこう、何、細く切ってあるからいいですね。食べやすくてすごいよ。これを切ったら、うまっ。多分これなんかハニーメープルシロップってこれ入ってるの。おそらく多分これ甘いやつですよね、デザート。多分、違うのかな。苦しみますですね。次、これなんだろう、炭火焼きビーフカルビいきますね。おいしそう。ダックダックいきますね、これ。炭火焼きビーフカルビさん。炭火の風味バーってきますね、これ。大正解ね。それ丸って感じですね。
あー、なんか焼肉屋に来た気分。うまっ。うん。ピザ屋でいいね。一石二鳥、焼肉屋に行かなくても済むね、これ。このまだぷっくりのこの生地もいいね。もう破裂寸前のこの、ふっくらしたこの生地も、最高ですね。うまっ。このラバーズフォアの LINE のクーポンで、なんと半額でゲットしたんですよ、これ。激アツですよね。多分、普通で頼めば5000円近くするの。2500円もしなかったっすね、これ。2500円ぐらいっすね。うまい。ちゃんちゃんちゃちゃん。ちゃちゃんちゃんちゃん。ちゃちゃん、ちゃちゃん、ちゃちゃん。ちゃん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 。あなたの街にボーバーサンタがやってくる。はい、乾杯です。あとこれちょっと飲んだ時ないんですけど、これ安かったからちょっと買ってきたんだけど、このロゴとか可愛くてさ。でやってね、ボルゲシアスプマンテブリュットロゼ。ちょっとこれ、こちら、すごいですね、これ。これ 11%。ね、これもスパークリング、これもいただいてきますよ。うまい。贅沢にちょっと。これスパークリングワインとかってあんまり全然言わないですもん。言わないっつうか。いい感じの。アルコール度数そんな高くないですよね。これも 11% だし、こっちは何パーセントだ。ルナちゃんの方が何パーセントか、わかんないですね。じゃあいきますよ。はい、2発目。あいえ、3番テーブルお客様よりだぜ。シャンパンいただきました。あれ、まあ、シャンパンスパークリングはいいんですけど。はい。もうなみなみで。はい、なみなみで乾杯。いいっすね。うん。昔その YouTube でさ、教えてもらったんですよ、なんか。スパークリングワインとシャンパンは違いますよ、と。何年か前にあの親切に教えてくださった方がいて、ああ、そうなんだ、みたいな。勉強になりますね。ボルゲシア、スプマンテ、ブリュットロゼ。イタリー。ああ、これ辛口みたいな感じですね。このロゴが可愛い、なんか、寒ぶりの。あ、美味しい。飲みやす。これ違う。安かったんだよね。もう600円ぐらいで買いましたね。600円ぐらいで安く買いました、これ。うま。果実酒。うまいな。これもイタリアなのかな？イタリア。どっちもイタリアだね。これ、こっちもこっちもどっちもイタリーっすね、これ。イタリアのお酒ですね。辛口、美味しい。肉に合うねって言ってもいいね。なんかほのかにうっすらピンク色も可愛い。こういうのも水滴とか入れてますか？グリーンチリソース、ホットソース。ハラペーニョみたいな感じなのかな？ハラペーニョ。うちにしろタバスコあるんだけどな。タバスコあるぐらい。あれもちょっとガンガンかけていきたいけど。味変の時に。これちょっとなんか、緑のね、このソースもちょっとかけていこうかな。はい、次これね。これ肉に合うね、でも。辛口は肉に合うね、つってね。これなんだ。プレミアムマルゲリータだね、これ多分。マルゲリータですね、これ。プレミアムマルゲリータだと思うな、これ。ちょっとこれさ、辛いのちょっとかけていきますよ。辛いのちょっと、せっかく、わっ、つけていただいたんでね。シュ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 、おー、はいはい。ちょっと、辛いのつけてね、これ。あー、ソースをかけていただきます。
おいピーマン、ピーマン入ってないけどおいピーマン、辛っ。カレー、これピザハットさんのこの生地がいいね、このね、さっきからしつこいけどプニプニ、ふっくらなってますよ。なんかミニトマトがなんかさ、丸ごとトマト入ってる感じ、なんかミニトマトがゴロッと入ってますみたいな感じですね、これ。うん、よっしゃ。うん、うん、生のトマト感がすごいの、これさすがプレミアムって感じやね。プレミアムマルゲリータすね。うん、違う、これなんか甘いのが甘くないね、多分ね。これは果たして何にかけて食べるんですかね、ハニーメープルシロップ、何にかけて食べるんだろう、これ。甘いのからのしょっぱいのみたいな感じなの。うん、ああ、こっちが甘口だね。うん、この泡がすごいね、これ。泡が甘口からの辛口だね。うわ、もうシュワ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 いってるね、これ。メリークルシマス。あ、いいね。今思ったけど、これグラスの大きさ違うね。グラスの大きさ違うことが判明した、俺。いつだったかの、割っちゃったんですよね。グラス割った時があって。あ、これちょっとさっきっちょになんかついちゃったけど。それであれなんだろうね。これがとろける4種のチーズフォルマッチェ。とろける4種チーズのフォルマッチェだっす。すごいですね。何事みたいな。何事何故フォルマッチェいただきましたね。あ、すごいこれ厚みが。厚みすごいですね、これ。ふっくら。ふっくら炊き上がり。炊きたていただきますね。うん、うん、4種類のチーズ、何のチーズ入ってんのこれ。わ、おいしい、うまっ、うまっ、これ。あー、チーズワインに合うね。合いますね、これ。すごい。チーズ、チーズ、チーズなの、これ。カットチーズがちょっとそのまま入ってるね、ここ。カットチーズ。クリームチーズと、今食べたのクリームチーズとこれ。カマンベールチーズかな、この。あとなんだろう。粉チーズみたいなのも振りかかってましたね。あー、美味しい。いいね、これ。ちょっとイタリアに来た気分なの、これ。うまっ。久しぶりにチーズ食べた。懐かしい味がしたん、それはチーズだったみたいな。最近なかなかね、家でのチーズ買うことなくてちょっとチーズ離れ深刻化してたんですけどね。美味しいわー、これ。ゆっくりちょっとたしなんで食べたい味だね、これ。うまっ。これにソースもなんか良さそうだね。あー、やばっ、辛いソース。ああ、すごい、もう年末年始の天気が出てる。年末年始皆さんの多分曇りのち晴れですね、全国的に。全国的に曇りのち晴れです。もう早くも出てるね、すごいね、年末年始の天気。うまっ。
やっぱ L サイズ食べ応えあるね、これね。食べ応えある。このオレンジのソースなんだろうね。チーズかな、これ。オレンジのソース。チーズですかね。うめぇ。あーちょっとね、令和元年メリークリスマスを記念して一緒に一番ちょっとね直便で最後は行きたいと思います。直便締めでこちらはでもゆっくり食べてるんですけど、じゃあ皆さんね、良いお年をということで、良いもうね、あの忘年会チックな感じなんですけど、ね、締めくくって良いお年をメリークリスマス乾杯ということで直便で行きたいと思います。直瓶いいね、これ。あー、酒飲んでるぜ幸せですもん。うわ、ちょっとゲップ失礼しましょうよ。という感じでね、ゆっくり飲んでた、あの、皆さんもね、あの、Have a good day ということで、楽しい、あの、クリスマスを過ごしくださいということで、ね、はい、じゃあ、ではまた。